豊中に引っ越してきてもう10年経つんですけども、ここは本当にもうお祭りとかにぎわった街で、よくあのスーパーとか学校の用品とかも買いに来たりとかして、いつもお世話になってる街です。岡町の魅力は昭和の香りが残りつつ、今はですねキャッシュレスで、なんかいわゆる電子マネーでこう支払えたりとかする、なんか昭和の香りが残りつつ令和の感じがする、町だと思います。この曲はですね、出会いとか巡り合いとか、そんなことを歌ったテーマですので、皆さんもこう普段のこう生活の中で、ああ分かる分かるあるあるっていうふうなことを書かせていただきました。はい、それでは聴いてください。白井大輔で一期一会。